こんにちは。ワンナップゴルフ平井博明です。見ての通りですね、ラウンドに来てます。で、いろいろ撮っていきたいと思うんですが、実際にお声いただいてた手打ちで回るとかですね、コースでしかできないことっていうのを撮っていきたいと思います。だけどあれじゃない？普通に回ってんのも見たいんじゃない？手打ちはなくて。そっかそっかそっか。そうそうそう。じゃあ両方撮っていきましょうか。うん。じゃあ、いきますか。はい。平井博明のワンナップゴルフ。なんでそれ閉まってんの？打たないで行くの？いや、ほら、だって、ワンナップゴルフはだって打たない。いや、これ、ここまで来て、打たないの。いや、行きましょうかってどういうこと？何すんのか。あ、そっか、そっか、そっか。閉まってるから、もういいじゃん。あ、ここは打とうか。ここはね。ラウンドだから。そっか。じゃあ。だってこれ来てラウンド動画じゃないじゃん。打たなかった。久々にじゃあ、打ちますか。打とう、打とう。そっか、そっか。そっか、そっか。パッと見て目に入るものは右のバンカーがまずあるのと、その右のバンカーからこう左にこう左からこうグーッと巻いて右に若干ドッグレッグしてるちょっと打ち上げのミドルホールなんですね。左側広いんで左側にちょっと打っていこうかなっていう感じで、ちょっと真ん中にゼブラポールがあるんですけど、それよりも左目を狙って打っていきます。結構風あるよね今日。ある。あ、ちょっと左巻いたけど全然いいね。 OK です。 OK。 はい。あれ、今の普通に打ったの？普通に打ちました。右のバンカー嫌なんで、うん、ドロー系のイメージで右の風から、うん、もうちょっとまあドローが風に乗ってもうちょっときつめのドローになってもいいかなっていう感じで、うん、打ったら実際まあ本当そうなったんで、まあそれはそれでちょうどいいかなっていうか、左ヘアウェイか左ラフに行ったんだけど、うん、まあそれ全然想定内なんで問題ないです。90点。あった？ありました。143ヤード。143の打ち上げ3で146で、右からアゲンスト。で、ピンが左手前なんで、これ花道使えるんで、これラッキーですね、ラフで。で、手前エッジが多分135とかなんで、135のクラブ。ピッチングでいきます。で、ピン左振られてて、手前で右から吹いてるんで、ちょっと左警戒するんで、若干ピンの右に打ちます。ダメだな、全然いかない。今のなんかちょっとフライヤーっぽく飛ぶかなと思ったけど、ちょっとしなかったね。ちょっとショート目かなと。あの状況でフェアウェイの位置だったら、まあ、パーは絶対取れるんで、うん、あれは全然大丈夫ね。ちょっと思ったより風強いね。強い。うん、ちょっと上でちょっと止まってる感じがあったんで、うん、いいね。でもラウンドね、いい。初めて来た。ゴルフ場買う？買うね、うん、買う。家の近くの買う。近いじゃん、俺も平井くんも。近いね。ねえ。うん。トル君、じゃあ、ここ。うん。技の見せ所なんて。ピンまで23ヤード。エッジから多分7ヤードぐらいなんで、ピン手前5ヤードぐらいに落ちたらいいですね。ちょっと違いだった。ごめんなさい。今、ボールまだ出てない。大丈夫？今出た？ラムネだったから。チャンネル登録してね。ここ、ロングホールなんですけど、うんうん、ちょっと手打ち打ってないんで、手打ちでホールアウトします。普通のショットと手打ちと2球ずつ打ってって、世の中で言われてる手打ちがダメっていうことは、多分手打ちがダブルボギーで、うん、普通のショットが多分バーディーだと思うんだよね。違いとしては、うん、じゃないとね、そんなダメって言うならっていう感じ。そうだね。そう、もっと変わんないと思う
けどなっていう感じで、うん、ちょっとホールを攻めてみたいですね、うん、でもどうせ手打ちだから同じにはなんないよ、手打ちだから。よかった、トール君だけで。ここでひろゆき聞いたらとんでもないことになってるから、もう本当に、うん、もう2人で畳みかけられてるからもうロケーションはこんな感じですよ。こういうちょっと左ドックの右ずっと崖で左のり面、ゼブラポールのちょっと左がいいですね、理想は、うん、まあ全然どこでもいいですよ、打てれば。 OB じゃなければスイングできればどこでもどこ飛んでってもいいです。ちょっとじゃあ打っていきましょうか。はい、1球目じゃあ手打ちできます。はい、まあベタ足にリストターンって感じよね。バンカー、まあ全然いいっすよ、なんか編集してない感がいいでしょ確かに。で次普通に打ちます。まあいいや、左ラフっすね。もちろんヘアウェイが理想なんですけど、こんなバンバンヘアウェイ行くっていう感じでもないんで、とりあえず本当にスイングできればなんとかなるっていう感じですよね。結構試合でもさ、うん、ラフは行くの？ラフ行く行く、全然行く。行くっていうことを想定し、もちろんヘアウェイに打とうとして打つ時もあるし、ラフに外した方がセカンド打ちやすい状況がもしあれば、うん、ヘアウェイギリギリかラフ行ってもいいやって狙って打つ時もあるし、本当その状況状況でちょっと変わる感じ、どの辺に打ちたいかっていうのが、うん、やっぱちょっと明確になってた方がもちろんいいよね。ヘアウェイバンカーとかどうやって打つのかみんな多分知りたいんじゃないの。うん、そうだね、うん、ちょうど入ってる？入ってると思う。一打目手打ちの方、懐かしいな担ぎあ、そうなんだ。もう学生の時とか、うん、あとプロになっても、あのゴルフ場の仕事終わった後、うん、回ってる時なんかもうこうやって担いで目土持って、そう、もう好きなだけ回ってた感じだね。やっぱこう芝生と戯れる、うん、多分あのキャプテン翼くんなら分かってくれると思うんだけどそう、芝生と戯れることは大事よね、ボールと戯れるっていう。そうなんだ、うん、なんかあれね、いつもレッスンで来てるコースにトールくんと来るっていうのは新鮮ね、すごい。あ、そう、うん、あった。これトールくん、うん、パッと見さ、顎も高いし。そうだね。そう。で、距離がピンまでだいたい230。もちろんそれを届くクラブでは打たないんで、刻むんですけど、ヘアウェイの途中にくぼみがあるんですね。ラフ。うんうん、それを超えるまで130ヤード。うん、で、これ、よくヘアウェイバンカーであるあるなのが、うん、左足上がりじゃん、こうやって。うん、で、ここの、地面の高さに対しての顎の高さを皆さん考えるのね、うんうんうん、だけど左足上がってるじゃない、うん、だから左足上がってる斜めの傾斜に対しての顎だから、うん、この顎の高さって大したことないのよ。あんまり気にしない？気にしない方がいい。もともと発射台になってるから。あ、そう、だからこの高さ通常だったら9番とかピッチングぐらいじゃなきゃ多分高さ的に出ないんだけど、うん、今7持ってんのね、うん、で7番だったら左足上がりをこうやって構えたら、うん、そんなに高さっていらないのよ、うん、そうだから7持ってるんだけど、ここが平らだったら、うん、こういうライだったらもちろん 9P とかになってくるのね、うん、そうだからそこの見極めもすごい大事、ライので。もちろんこれすごくライがいいし、うん、出やすいんで、うん、そう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 、これなんかはすごくいいけどね。傾斜があの画面上で伝わるかどうかあれなんですけど、うん、まあすごく左足上がっててライ的にはすごく優しいイージーなライ、うん、でしかもちょっと硬いんだよね、うん、だからダフっても全然いいやっていう感じ、はいはい、でターゲット方向はあの今赤旗グリーンあるじゃない、うん、あそこから左にバンカー群があるでしょ、うん、あそこ、ほいほい、あっちに打ちます。7番ヤンで160ぐらいのイメージ、うん、でも一応保険かけて若干短めに持って、うん、若干ボール半分右目に置いて、もともとこのボールベタ足で打っていかなきゃいけないんだけど、うん、もちろんこのライ自体がベタ足で打つのね、もともとね。そう、完璧すぎない？
すごい。あ、すげえ。言ったところに飛んでたね。300点です。え、で、全然砂あれなんだ。そう、あのね、ガードバンカーじゃないから、あんまり砂触らない方がいいんだよね。あ、今の、まさかの、ハーフトップで言ってるの。お目が高いの。で、音がさ、そうでしょ。うん。ソルダーのぐらいだったでしょ、今。だった。ね。うん。それぐらい音良かったでしょ。良かった。そう。あれは、ボールをハーフトップで打てる練習が役に立った。そっか、触んないで打てんだ。そう。ちなみに、1番ホールのセカンドショットもハーフトップ。うん、あ、そうなの？そう。へぇー。コースでもう2回役に立ったよね。いや、立ってる。そう。良かった、練習してて。ハーフトップ。そっか、ボールが砂の上でも、ちゃんと、うん、置いてあれば、置いてある状態だったら打てんだ、ハーフトップ。ライが関係なくなっちゃうの、ハーフトップ。そうだよね。そう。ボールとクラブしか当たってないから。え、やばくない？そう。やばい。これはすごく重要なこと、うん。特にこういうヘアウェイバンカーでベタ足で、うん、あんだけ上だけ、ワンナップゴルフっていうところが言ってるんだけど、うん、上がちゃんと回転してクラブが出てれば、うん、ハーフトップやってヘアウェイバンカーも普通の7番の距離が打てますよっていう簡単な動画の出来上がり。でも今ね、本当は手打ちのあれなんだけど、ハーフトップの動画になっちゃうね、これ。ああ、本当だ。でもどっちも同じね。そう、だから、ワンナップゴルフミックス動画だから、そう、ね、そう、ちょうどいいよね。そう、ちょうどいい。そう。だからこういう風に、うん、こう、ヘアウェイバンカーなんかは、打ってった方がいいです、うん。もちろん、ライにもよるんですけど、ライが良かったら、全然やってください、うん、今は。はい、はい、はい。そう。あれ、すごくいいです。まあ、これ、普通に、打った方の、球ですね。これはピンまで182、右からフォロー、4時半ぐらい。6番かな、175ヤードぐらい。これ結構右から吹いてるんで、うん、右に、あのピンの右すぐバンカーあるんですけど、うん、それぐらい狙っていきたいよね。せっかくロングなんで。で、ちょっとつま先上がってるライなんで、まあ、左に巻くかなっていう感じ。ですね。右からも風吹いてるんで。で、左側、ピン右に振ってあるんで、左側のグリーンの方がすごく広いじゃないですか。うん、なんで、まあ、左側をうまく使えたらっていう感じなんで、まあ、右に出して、まあ、うまく帰ってくれば、もう本当なんかね、試合じゃないからね、別に右出して帰ってこなくてもいいやと思っちゃうんでね。でも、一応、いい絵が撮れればと思って打ってきます。6番です。182ヤード。ちょっと大きく右向きますね。乗ったのかな？見えないね。思ったより右だった？うんうんうん。で、思ったよりちょっと返ってこなかったけど、うん、そうだね。いい球！うん、球は良かった。ね。音は良かった。良かったよね、うん。今のね、初めて打った球に近いんだけど、うん、今のハーフトップなのね。そうだよね、やっぱり。そう。音同じだもん。結構、ハーフトップなの。そうなの？え、普通には打たないの？どうなの？その、どんぐらいの割合なの？ね、普通に打つ状況、うん、ってか、あれが普通なのね。ハーフトップが普通なの？そう。そう。ハーフトップの方が飛ぶんだっけ？飛ぶっていうか、そう、飛ぶもあるし、距離のばらつきがないの。うん、10球打ったら10球同じところに行く確率が上がるのがハーフトップなの。へぇー。そう。ただ、ハーフトップの打ち方の違いがあって、うん、左肘を引いてハーフトップに打つ方が多いのね。うんうん、ちゃんとヘッドを出して腕が伸びた状態でハーフトップが打てるのは、回転してなきゃダメなの。上半身が。あ、そうなんだ。そう。やってやって、回転。やってやってっていうか、めっちゃむずいってことでしょ、それ。何にも頭に入ってなければ簡単。ああ、そういうこと？そう、そう。YouTube 見なきゃいいんだぜ。そう、回転して、うん、腕が伸びてる状態を作るだけだったら、うん、多分誰でもできるの。はいはいはい。あ !1 ヤード間違えた。あ、本当だ。行き過ぎちゃってる？いや、待ってよちょっとフォローの計算甘かったかな。もうちょっと手前。この辺が良かったの。あ、そうなんだ。そう。ちょっとどころじゃないね。そうだね。結構。そう。でもあれでしょ？飛距離出ることに喜び感じてるから。俺も同じくくりにしたね、今。これは違うんだね。これは違う。ダメ。やっぱ、飛んじゃダメなクラブっていうか、そういうクラブじゃないよ。そうなの、そうなの、そうなの。ああ、すごい！乗ってたじゃん。イーグルチャンス。あれ、イーグル？イーグルチャンス。これ入れば。これも3打目だからイーグルショット。そっか。うん。ピンまで
ジャスト50。いいじゃない。これはグリーンに右の木の細い影が見えるじゃない、うん、あそこにグッとこう傾斜があるの、うん、それの向こう側にピンがあるじゃん、うんうん、だからあのピンの10ヤードぐらい手前に落ちると受け斜面に落ちるじゃない、はいはい、でこのグリーンの柔らかさだと、うん、ファーストバウンドで相当勢いが取られちゃう、うん、吸収されちゃうんで、うん、その手前から転がしていくか、うん、ピンの段上の段までドンってあの影ぐらいまで持ってっちゃうか、うん、で止めるの止める止める止める。これはラフって言ってもラフじゃないから。あ、そう。もうセミラフに近い。もうこれはスピン入るから。あ、そう。だから全然そこは気にしてないんだけど、でもほどける可能性もあるんでね、スピンが、うん、だから52とかで打つ人もいるだろうし、うん、ピッチングとかでも打つ人もいるだろうし、58でフック低いフックスピンっていうかフック回転で打つ人もいるだろうし、うん、これはでも登録にどれがいいか選択してもらった方がいいのかな。どれがいいかな。やんない俺に決めさせるからね。そうそうそう。どういう素人的にはでも止めてほしいよね、そしたら。あ、そう。うん。OK。うわ、本当だ。止まるんだ。いいっすよね。やばいね。ちょっと抜け出ますけど、まあまあまあ全然ありっす。すごいよ。いいっすよね。プロってすごいわ。バーディーチャンスだよね。うん。バーディーチャンスなのこれ。バーディーチャンス。あれバーディーチャンス。え、手打ちで？え？あれこれは手打ちで？手打ち。あ、え、手打ちでバーディー？あれ、ダボじゃなかったの手打ち。あそこから4パットするから。ちゃんとそう。ちゃんと合わせるから、ちゃんと。ちゃんとね。ああ、そう、辻褄合わせてくんの。そうだよ、そうだよ。おかしくなっちゃうから。あ、そうなの手打ち。そう。手打ちじゃないやつは、そっか、イーグルチャンスなんだもんね。そうそう。やばいね。だからそういう面で言われてんじゃない？あ、逆に。そう。普通じゃないとイーグル取れないから。あ、そうだそうだ。だから手打ちはダメって。そう、だからダメ。そうだからダメなんだ。そう。だからバーディーじゃダメなのよ。そう、ダメ。うん。そういうこと言ってんじゃない？そうそう。え、パー4だったらじゃあバーディーかパーかって話してんだみんな。そうだよ。厳しい話してんだなみんな。パーかパーじゃないかじゃないんだ。そう。もっと上のパーかバーディーかの話してんだ。そうですよ。パーかボギーかじゃなくて。そう。でも手打ちと手打ちじゃないのでそれぐらいの感じなんだね。これ登録182ヤード、うん、さっき、うん、普通のスイングの方6番アンで、うん、ちょっとフォローで、うん、ドロー目で打ったじゃない？そうだね。それで、うん、ここに落ちて、ここに止まってんのよ。そうだね。これは、うん、もう間違いなくラウネですから、ね、そう。ラウネ効果です。そうなんだ。そう。やっぱあれだけスピンがちゃんと入って、うん、飛ぶっていうのが、うん、こういうところに出るの。これ普通のあのシャフトスチールとかだったら奥に絶対リリースしてるから。その大違いだね、ここに止まってるのと。そう、これがシャフトの柔らかさです。うわ、スピンが入るから。そう、これだって182ヤードさ、2ヤードで止まったら OK じゃん、落ちたところから。うんうんうん。そう、これですよ。ほんと加藤さんありがとうございます。これみんなラウネになっちゃうじゃん明日から。いや、そりゃそうでしょうよ。アッパー全ラウネ計画じゃん。そう、グラファイトデザインさんからシャフトなくなるからね。なくなる、なくなる。売り切れ、売り切れです。あれバックもらってんだっけ。もうマジ本当言わせてもらうよ。ゼロです。絵面的にもイーグル取れますんで。そうだね、はい、取ってもらわないと。そうです、困っちゃいますね。老眼なんなくなっちゃうから。間違いないですね。よし、入りました。大丈夫でございます。カメラの準備よろしいですか。 OK。 これはないよね。ない。いや、これじゃあ普通の方ね。普通で打った方は、普通の方、あの本当ただのバーディーちょっとまあまあね、うんうん、まあ、バーディーで、バーディー、バーディーです。ごめんなさい、一言余計でしたねじゃあ手打ちのバーディーパット。おお、まあ右内側なんだろうな。トール君の左足親指
スコア一緒でしたね。一緒だったね。とりあえずは。とりあえず。でもあれでしょ、わざとイーグル外してんでしょ。動画的に。だってさ、一緒になんないとさ。あんだけ悔しがってんのに。ちょっとだけ外したでしょ、あれ。ちょっとだけ。入れられるのはもう分かるように外してるの。そうそうそう。はぁ、上手くなったなぁ。上手くなったね。そう。まあ、じゃあ、しょうがねえか。しょうがないね。とりあえずじゃあ次もそれで比較してみようよ。2球ずつ？うん。OK です、OK です。じゃあ次ショートホールなんでまた行ってみたいと思います。はい。手打ちと普通のショットと、両方取っていきました。結果は普通のショットの勝ちです。普通のショット2アンダー、うん、手打ち1アンダーで手打ちが負けました。そう負けです。惨敗。そうだから手打ちはダメだってことです。悔しい。皆さんが言ってること正しかったから。正しかったですね。正しかった。本当に申し訳ございませんでした。手打ちは1アンダーしか出ないんだね。2ホールねでも。確かに。2ホール2球ずつってことは。4ホール回って3バーディーってよくない？いや、いい。それ放送聞くといい。それやばいよね。それやばい。あれはまぁ、ちょっとできすぎだけどね。ああ、そう。うん。俺が一番嬉しいのは、3バーディーよりもノーカットってとこが嬉しい。うん、ああ、まあそうだそうだ。あれはいい、良かったな。アプローチも良かったし。手打ちでもパーで回れるってことだよね。そう、そうなの。そうなの。パーかバーディー取れる。そうだよね。そう。ちゃんとやればね。そう、だからあんまりちゃんとしたスイングにこだわりを持たないで、本当に自分の打ちたい球が打てるスイングをしていただいた方がいいですね。本当でも俺初めてだよ。手打ちで回ったの。あ、そうなの？何ホールかっていう。手打ちイメージで回ったのは何回もあるけど、うん、完全に手打ちでこう、ベタ足でこう、バチンってこうやって打つ、ショットで回ったのは、正直初めて。そうなんだ。ただ練習場であの手応えがあるんだったらっていう感じだったんだけど、あ、そうなんだ。全然大丈夫。大丈夫だったね。大丈夫だった。よかったな、でも。打てたっていうのが。そうだね。うん。でも俺18ホールやってくれよって言われたら俺飽きちゃうから、もう無理だ。いや、そうなんだよね。そうなんだよね。それができる時間くれるんだったら、やるけどね、うん。そうだね。でも飽きちゃうね。そうだね。登録の右腕が心配。一人、後ろから撮ってくれる人。あ、ボランティア。大募集。あ、間違いないですね。お金払えないですけど。あ、そうですね、うん。飲み物ぐらいしか。やってあげる。やってあげるぐらいしか。あ、嬉しい、嬉しい。そうだよね、うん。確かにそう、カメラワークが大変よね。そうなの。一個ずつ最初にセットしてね。セットしてね。だから、ほんとすごく時間がかかるってことが、今回の初めてのラウンド撮影で分かりました。そうです。はい。なんで、ボランティア募集でございます。ね。なんか、いろいろ工夫してできたらいいけどね。そうだね。うん、やっぱ、必要最低限の機材っていうのがあるんで、なかなかね、自由にもできないんで。まあ本当でも、手打ちがコースで映像として撮れたんで、良かったです、今回。なんでまた機会があれば、ラウンド動画撮っていきたいと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。